熊焼酎チャンネル。熊焼酎ファンの皆様、こんにちは。こんにちは。谷口壮志です。村山素直です。いやー、今日今ここどこですか？皆さん、ここはですね、熊本県熊郡湯の前町に来ております。どうですか？あれ、知ってました？知らないですね。すごいですよね。すごいです。でね、この、ここに流れる川、これも綺麗で、これ多分夏とか、小学生とか泳ぎに来てるんじゃないですかね。泳げますね。地元の子供、多分ここで泳いでます。おー、うん。ちょっとね、あの橋が何ていう橋かちょっとわからないんですけども、すごい石造りの綺麗な橋があって、ね、まあ、この近くにですね、酒造があるんですよね。酒造ですか。はい。どこですか、今日は。今日は、なんと、林酒造さんに来ております。林酒造、よっ、林酒造。まあ、僕あんまり知らないんですけど、林酒造って一体何があるんですかね。焼酎は極楽という銘柄があるみたいなので、今日はそちらを行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、熊焼酎チャンネル。はい、林酒造に来ました。隣にいらっしゃるのが杜氏の林さんです。はい、こんにちは。今日は何を紹介していただけますか？今日はうちの極楽を紹介します。はい、極楽です。はい、林酒造といえば極楽です。はい。まあ、いろんなね、製法とかも聞きたいんですけども、まあなんか、こだわりの部分とかってなんかありますか？こだわりの部分は、もうどちらかといえば、まあ、正直にお米と会話しながら作るっていう、うん、ドストレートに正直にやってるっていうことだけですね。なるほど。会話しながら作るっていうところが、またこれがですね、僕らには分からないところなんですよ。ああ、そうですね。はい。はい、子供を育てるのと一緒とかよくなんか言われますね。ね、なんかそれはそれより私はなんかどっち一緒にいるって感じ。育てるっていう。見守るとか。うん、そんな感じですよね。見守るとか。その作っててこう難しい点とか、ここはちょっともう絶対にまあ他にはないぞっていうようななんかありますか？蒸圧に関しては。うちのはあの香ばしい香りが、おそらく熊焼酎でうちだけなんですよ。おお、と言いますと、なんか独特の香ばしい香りが、まあ蒸圧ならではの香ばしさってことですね。そうですね。だから減圧と蒸圧があって、まあ減圧もあられるんですよね。僕、そうです、もちろん。で、今回紹介していただくのは蒸圧の方ということで、ちょっと楽しみですよね。楽しみですね。はい。蒸圧はですね、僕らこの聞くのが初めてですので、ああ、そうなんですね、ぜひそこもですね、一緒にですね、こう教えていただければなと思います。はい、はい、私でよければお願いします。あと誰がいるんですか？熊焼酎チャンネル。さっきから気になってるんですけど、これ井戸ですよね。井戸です。これを焼酎に使われてるってことですか？はい、これで割ってます。井戸水、はい、あ、そうなんですか。仕込みも全部これです、基本。あ、水全部これですか？はい、井戸水。井戸水。創業からある井戸水。保健所の許可を得たものをやってます。なるほどですね。すごいな、このね、山からこうろ過されてきたものをここで吸い上げる。はい、結構ド緊張してます。まあ、いわゆるここが蔵ですね。今立ってるんですけど、明日からはもう2回目の殺菌室で完全に私だけしか入れないようにします。明日から入れないんですか？手も足も全部洗ってもらわないと入らせません。へえ、そうなんだ。こんなホコリかぶってるんですけど、全部殺菌して、一回殺菌してます。へー、今日は入れるんですか？今日はまだ。わ、今日は。すごい。明日からだったらもうこんなのシュールで全部させます。貴重な一日をいただきました。まあ、いわゆるドラム式の回転ドラム式の工事、うんうんうん、まあ、米を蒸す機械、うんうん、これでどのくらい米が入るんですか？これで約1トン。1トン。はい。ほう。で、まあ、これ、麹作って、こっちが、いわゆる室っていうやつですよね。麹作って、こっちでもちゃんと麹を、カビを生やしてあげる。あ、そうなんですね。ここで育てるっていう感じですね。そうですね。はい。中はこんな感じになってます。今、道具が入ってるんですけど、はい、こうやって、中に、ここにいわゆるよくお酒屋さんが、あの、麹を作ってますよ。はい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 。なんかありますよね。こう、白いのが、バーっと。それが明後日ぐらいからこうやってできる。あ、そうなんですか。へえ。こんな感じです。そう、さっきほら他の人が入れないって言ったのはそれは何ですか。やっぱり菌的なもの。そうですね。やっぱ雑菌管理っていうかさ、細菌管理って言ったらいけないんですけど、極端な話、人間が一番雑菌がいっぱいいるんで、はい、
それをなくし、できるだけなくしたい、うん、ここ何年かは暖かいんで冬も、はい、今日も外暖かいですよ、はい、ですね、はいはい、だからそういう状況だとやっぱり他の菌の方菌は元気になっちゃうので、はいはい、そこをできるだけ抑えたい。なるほど、まあ、そういうことで、まあ、もう完全にこう、そうですね、はい、一人だけということになるんですね。これ1年間に何回ぐらいこう作られるんですか？今年はもう1回しか作らないんですけど、もう多い時には11月からやってゴールデンウィークまで缶詰で作るっていう、うちの場合は。で、まあ、工事を大体2日間ぐらいで工事が出来上がります。たら中に今度は向こうの、仕込み蔵の方に入るんですけども、はい、そこまでは一輪車かなんかで。そうですね、ここ一輪車で運びます。やっぱこう手動なんですね。完全アナログです。いわゆるここが仕込み具合。うわ、もう焼酎の香りが。これも入ってるんですか？あ、はい、一番入ってる、何個か入ってるのがあるんで、それの匂いです。うわすごい、麹の匂いなのか焼酎の匂い、ある、半分焼酎の匂いでしょ、ね、焼酎の匂いですかね。焼酎の場合一次仕込み二次仕込みって分かれるんです、ね、はい。でその一次仕込みが、まあ、いわゆる酵母を増やしてやる、はい、で二次仕込みが今度アルコールを増やしてやる、作る段階っていうふうに分かれてるんです、はいはい。でうちの場合は前はこっちで一次仕込みで、うんうんうん、酵母増やしてやって、はい、こっちで二次仕込み、二次仕込みで、はい、まあ、アルコールを作るっていうのをしてたんですけど、はい、まあ、2人になり1人になりで、あ、人が減っていって、そうですね、ここからこっからこっちに移すだけでも細菌管理がちょっと大変で、ポンプで移すんで、あ、そのポンプ自体もずっとやんなきゃいけない、はい、それをなしにしてどんぶり仕込み、うち独特のどんぶり仕込み、あ、もう一つで一時に込み二時までやってしまうと、やってしまうと、お、はいはいはい、やるようにして、今使ってるのはこの12本のタンク。あ、そっか、もう一回でここで済むっていうことですね。そうですね、あ、一つ、はい、も減るんです。そうなんだ。へ、いわゆる一般的にどんぶり仕込みというのはちょっと違うんですけど、うんうん、独特のやり方になる。うーん、どんぶり仕込み、どんぶり仕込み、へえ、そうなんですね。で、まあ、さっき言ったのがこの12本でワンクールで、多い時にこれが6から7とかになってくる。今だいたい2クールぐらいなんですけど、うーん、クールでこう回すっていうね。そうですね、体力的に限界になるので、おそらくそ最高で作ろうとしたら何クールまでいけるんですか？いや、やろうと思えば1年間通年でできると思うんで、温度管理さえできれば、暑い時の、へえ、今私が経験でやったのは10クール。ということは1ヶ月でできるんですか？だいたい1ヶ月ぐらいで、1クール1ヶ月ぐらい。あ、それを連続してやってくんで、詰めて、はあ、それによってだから製造量が変わるってことですね。そうですね、ですです。あとタンクが空いてるところが空いてるだけ、はい、入れられるだけ入れちゃうみたいな。なるほどですね。でも今はこのニクールでやっていると。そうですね、ニクールがいい。ちょっと深い感じ。まあ、これ蔵元によりけりなんですけど、タンク土に埋めてるところもあれば、そのままボンって置いてるところもあるってこと。なんか着物じゃないですけど、ジャケットみたいなのつけせるってことは、温度管理用というか、これ埋めてるっていうのはそういうことですね。温度管理のために埋めてるってことですよね。温度変化にゆっくり対応できる。はいはいはい、はい、うわ、なんかすごいな、聞けば聞くほどすごいっていう感じてしまいます、ね、でここからどうなるんですか？で、まあ、これを大体、まあ、二次仕込みの後2週間もしくは1ヶ月ぐらいの後、今度は蒸留。蒸留ですね。なるほど。だけで蒸留。クマ焼酎チャンネル。蒸圧の場合はどうやってこう、あの、アルコールを抽出するんですか？僕、電圧はなんか話聞いたんですけど、蒸圧はどうやって？全く同じ形です。あ、同じ形なんだ。あ、そうなんですね。蒸圧もじゃあ同じなんだ。でも、理論上同じです、これは。真空にしてるだけで。だから真空にしてたら温度はまあそんなに上がらないけど、蒸圧だと温度が上がりますよ。何度ぐらいまで上がるんですか？大体80度ぐらいからアルコール沸騰しばらくですね、はいはい、だから80から100ぐらいまでうろうろしてるような感じです。あ、そこはもう蔵元によりきりです。気化させるんですか、アルコールを？気化させて冷やして。そうです、落とすんだ。ごめんなさい、そういうのも知らないんですよ。いえ、もう単純な本当に理科の実験のやつと、蒸圧調理はもうそれと一緒です、はいはい、ここから、まあ、アルコールを今度はこう、そうですね、外のタンクに、タンクに、こっちの電圧の場合は外のタンクに。あ、さっき あったところですよね。そうですね、あそこに、その大きなタンクにはどのくらい貯蔵させるんですか？こちらはレギュラーで、3年以上。え？寝かせます。本当ですか？え、減圧と蒸圧でその期間が違うのは何でですか？ま
ん長く寝かせても美味しいんですけど、原圧も、はい、あの蒸発の場合やっぱり粗いんですね。ああ味がですね、まあうんうん、いわゆる女性じゃないですけど角が取れて、うんうんうん、まろやかにねしていくっていうですね、の作業が大体3年以上だと安定しだすらしいんですよ、うんうんうん、でそこでだからまあ3年以上で 100% 3年以上ですね。なるほど。それをじゃあ長期貯蔵ということになるってことですね。そうですね、3年、はい、はあ、大体まあ4年ぐらいで出してるんですけど、僕恥ずかしながら多分飲んだことないんですよね。極楽堂ですか。はい、多分ないと思います。多分え、なんでですか。いやでも僕も熊群の人間ですよ。ほら熊群もやっぱまちまちにあるじゃないですか。あ、はい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 、狭いところに28社もあるんで、まあいわゆる身の前のやつしか飲んで、特にうちなんかもちっちゃい、一番ちっちゃい蔵なんで。あ、そうなんですか。出荷量でいうと一番ちっちゃい。あ、そうなんですか。歴史的にも一番古くて一番古くて一番ちっちゃい。あ、ここ一番古いんですかって言われてます。今何代目になられるんですか。今の社長が15代目。え、すごい。いや、これってすごい話ですよ、今。そうなんでしょうね。あんまりピンとこないんですけど。すごいなぁ。うわ、もう、がぜん興味が湧いたんですけど、すごい。すごい。熊焼酎チャンネル。3年ものと。まあ、いわゆる3年、3、4年、3年以上ですね。はい。で、6年もの。お米違うんですけど、6年もの。6年もの。どんぐらい違うかっていうのを。うわ、ちょっと。いや、この上圧の極楽のおすすめの飲み方っていうのがあります。うちは今半々です。1対1、はい、1対1、25度に関してはお湯割りってことですか。お湯割りと水割り。お湯割りと水割り、どっちでも、1対1でこう割って飲むっていうのがおすすめってことですね、はい、ちなみにどういう飲み方されてます。うちでですか。はい、気で飲んでます。あ、本当ですか。嘘です。どう、おいあ、うちはいや、やっぱ飲んでる時は1対1で飲んで。お湯割りですか、水割りですか。それは季節？季節によりきり。あ、季節によりきりで、うん。今から僕らがこのね、3年ものと6年もの味の違いでですね、当てますので、はい、僕ら後ろ向いてますので、よろしくお願いします。どうぞ。はい、じゃあ。じゃあ、砂田さんどうぞ。じゃあ。匂いで分かりました？村山素直は匂いで多分分かったような気がします。これせーので答えるんですか。俺どっちに飲んだか俺も忘れちゃったんですけど、あ、美味しい。美味しい。ありがとうございます。あ、ちなみにどちらも25度です。うん。うん、こう置いてあったので、こういう感じです。わかりました。じゃあ僕行っていいですか。はい。はい、楽しいですね。これ、見学者に俺、今度からこれやろうかな。あ、いいと思いますよ。うん、違うんですけど。なるほど。僕もなんか匂いで分かったような気がします。そうなんだ。わかるんだ。なんか悔しい。後からこう広がってくる。うんうんうん。ちなみにちょっとこうやって後で、まあ、終わった後な、うん、持って温めてもらうと甘みがボワッと回ります。うん。僕6年もの分かったような気がします。ちょっと確認の。まあ正確に言うとちょっとお米も全く違うんで。味も全然違うんですけど、うん、あれいや出たな、あれお酒飲みマジックなんですよそれ。あれそうなんですよ、あのこうやってあれ来たりしてるうちに飲めば飲むほどこれ本当美味しい、ね、迷宮の中に入っていくこれ飲めば飲むほど、あれちょっと答えが変わったんですよ。あれどうしよう。え、変わらないですか。あ、もう最初から。あの、1往復して、1往復して、2往復目でまた変わるんですよ、こういうのって。ああ、でも、分かった。なるほど。分かりました。もう、ぶれない。
いや、楽しい、これ。まあ、直感、最初の。最初の。最初の。6年もの。一緒に指さ、6年もの。6年もの指さしてください。指さします。はい、せーの。ういピンポーンです。やりおぉ、すげえな。やりました。すごいし。なんかちょっと悔しい。なんで悔しいんですか。でも美味しい。3年ものはものすごく美味しい。美味しい美味しい。本当に。すごい。僕初めて飲んだんですけど、うん、本当に美味しい。くま焼酎チャンネル。ちょっとすごいな、ね、え、それ36年もの1本しかないんですか。うわー、見て。